皆さんこんにちは、エスブレの岡村です。今日は G6 さんが入庫したのでご紹介します。はい、ということで今回 N 様の G6 さんをお預かりさせてもらいました。現行モデルですね。W463 で G6 さん発売したあたりのモデルになります。でですね、今回ですね、入庫に至った経緯なんですけど、前回ですね、SL400 ゴーストフィルムを施工ということで、今回お預かりさせてもらいました。弊社のエスプレヒコミタイツのボディキットを付けさせてもらったお客様の動画をですね、YouTube にアップしたところをご覧いただきまして、こちらの G6 さんにもぜひゴーストフィルムを貼りたいということでお預かりさせてもらいました。はい、ということで、今回ですね、こちら施工しました。ちゃんとですね、透過率という数値を測ってですね、またちょっと改めてその時の動画も入れたいなと思うんですけど、やっぱり車検にね、通らない、レーラー入庫できないとなると、これまた大問題につながってきますので、しっかりとですね、車検対応をした製品を装着させてもらってます。でですね、こちらを貼って、この側面を貼らせてもらいました。でこの、ね、側面っていうのは、運転席助手席ですね。こちらがですね、車種によっては UV の問題とかで車検通る通らないというのがあると思うんですけど、しっかりとですね、施工する際のですね、ノーマルの時の数値と施工した時の数値というのをしっかりと測って、透過率というものをちゃんと立証して、あと証明書まで一応発行させてもらって、レーダー入庫の際はそれを掲示してもらえれば車検に通るという形になります。ということでですね、色味がですね、どうですかね、そこから見るのと、また外で見るのと、日が当たる時とまた違うんですよ。で、ここで見ると青っぽいっていうか、パープルっぽいっていうか、そういう形なんですけど、光の角度で若干ね、イエローっぽく見えたりもします。でですね、中からは正直こっち側から見るとですね、そんなにね、色がね、変わらないというか、ちょっと黄色っぽいというか、ゴールドっぽく見えるのかな。でですね、一応ですね、さっき言った証明書っていうものなんですけど、この形ですね、認定書っていう形で測定値ちゃんと出されてます。はい、ということで、今回はゴーストフィルム、AMG G63 施工という案内になりました。ありがとうございます。